はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエ10オフライン、前回続きからやっていきましょう。前回は神殿レイダメデスですね。のラスボスラズバン、守護者ラズバンを倒したところですね。で、城に帰ってきてイベントが発生して、ガルミーとヒメア仲間なさんだけど解散しちゃったね。いやー寂しい。で、エルジュが部屋に来てくれということなので、早速そこから行きたいと思います。いやー、前回は激戦、自分は全く役に立ってない。ガルミとヒメアのおかげで助かったようなもんだね。ひどすぎる。いや、そのパーティー加わってよかったな。まあ過去の人間だから一応ね、現世にはいけないよな。あの人が成し遂げてくれたよ。うん、エルジュも結局最後大人になってね、いろいろ手を尽くしてくれたみたいですね。もう来てたのか。嫌なとこ見られたな。まあいいや、改めてお礼を言わせてくれ。本当にありがとう。僕はこれまで誇りという言葉の意味を理解していなかった気がするんだ。本当の誇りとは、頭を下げて失われるようなものじゃない。人に笑われて傷つくものでもない。誇りとは何かを信じ通す力なんだ。僕は君を信じたから何も怖くなかった。頭を下げることも人に笑われることもどうでもよかった。じゃあこういう格好してみな。私みたいな格好、短パン、パンツ一丁にエンゼル帽、これでいこう。君はハジャムネの術を途絶えさせないようにしてほしいと言っていた。もう笑われることに、ね、慣れちゃったよ。いつかは疑ってしまったけど、今は信じるよ。君が500年先の未来。500年か。これは終わりではなく始まり。エルフのヤクルはそう言っていた。君の生きる時代、500年後の世界でハジャブネの術が必要になる何かが起きるんだ。全く同じシチュエーションなんだけど。約束するよ、ハジャブネの術は子子孫孫まで受け継いで必ず君の時代へ届けてみせる。その代わり君も約束しろ。たとえ生きる時代が違っていても、君と僕はずっと友達だ。何かあったら時を超えてでも助けに行くからな。仲間なるエルジュ、亡霊として守護霊のように。こっから出れんの？ちなみに分からん。あれ多分火事だね、火事。どこ行くの？現代帰るの？終わった？これで現代に伝わった術がどう？よし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 、電車マック来てる。帰るぞ、ザラ帰るぞ。もうこの城にもさ、グレンとかエルフが住んでてるような感じにしてもいいと思うんだけどね。前回で和解したんだから、その後ね、町にその種族がうろついてるよみたいな感じいいと思うけどな。はい、帰ります。これすごいよな、現代のこの列車とさ融合するわけじゃん、こっから。お、帰ってきた、帰ってきた、帰ってきたよ、じっちゃん。弁当食ってる場合じゃねえぞ、ホーローじいさん。いやー、しっけしっけ、わしとしたことが取り乱したわ。そのジョイフルかつハートフルな顔、過去ではうまくやったようじゃの。どれ、わしに
を聞かせてくれんか。固まっちゃった少しさ身振り手振りこうしてほしいんだけど。そうか、ひどい最悪の混乱の中、エルジュという波邪船使いの少年が術の継承に苦戦していたというのじゃな。そこで術の継承を手助けし、波邪船を現代まで途絶えさせないようその少年と約束してきたというわけか。ついでに最悪の源を海に落としてきたというか。あれさ、とにかくこれで波邪船の術が復活しているかもしれん。ネルゲの鎌と最初にさ、棺みたいなのが海に落ちたよね。あれがそうなんじゃない？ネルゲなんじゃない？波邪船使いの末裔を訪ね、お主と少年の約束通り術が継承されたか、その目で確かめてくるがよい。あのジョジョの奇妙な冒険のディオみたいにさ、海に逃れて500年後に出てきた。の城下町に住むフルッカという魔法使いじゃ。まもなくグレン城、グレン城。箱舟から降りの際は押し合わず、前の方から順にお降りください。2人しかいないよ、押し合うわけじゃなくて2人しかいない。赤字路線だここは。ちょうどグレン城下町駅に着くわい。それでは古っかの家でまた会おうぞ。仲間たちと再会したここで。いや過去のやつらのさ強さをちょっと言ってやろうぜ。あんたたちもちょっと精進しないとこの先きついぞ。いや魔法使いはあの早読みの杖あれいいな、すごい2回攻撃。あ、じゃあ振るか、振るかね、振るか。ここはフルッカおばちゃんのお家よ。おお、変わってるじゃねえか。フィフィ、また修行を放り出して本ばかり読んで。あら、あなたは。まさか。失礼ですが、あなたは。いえ。ごまかしたって無駄ですよ。私にはわかるのですから。じゃあそう言いなさいよ。ああ、ついに波邪船師の悲願が果たされる時が来たのですね。またエルジュ様の話？あれっておとぎ話でしょう。おとぎ話のように聞かせてたけどね、あれは本当にあった話なの。この方こそ私たちが待ち望んでいた人。へえ、すごい。もうあの子は私の目、フィフィ、次の継承者にと考えておりますの。秘めた力は歴代波邪船師の中でもずば抜けているんですが、ただご覧の通り。なんでですかね、やる気が全然なくて、なんでもすぐ無駄だって。せっかく波邪船師の一族はあなたのことを語り継ぎ、悠久の時の中でその到着を心待ちにしていましたのに。おー、だいぶ語り継いでくれてんな、エルジュ。ずっとお待ちしておりました。このあのフルッカがこれだよ。この世に大いなる闇が生まれし時、一人の旅人が波邪船の術を求め我ら一族の前に現れる。その時が来るまで絶対に波邪船の術を絶やしてはいけない。フソエルジュより500年、波邪船師は代々その言いつけを守ってまいりました。そして今から数ヶ月前、東の海より大いなる闇、冥王の心臓が誕生する様をこの目で見たとき確信したのです。あなた様を冥王の元まで運ぶ波邪船師に私が選ばれたのだと。
私はこれより冥王の心臓のあるランドン山脈山頂へ向かい、あなた様の到着を待っております。変わったなよくぞやってくれたの。お主の働きで狭者船の術は無事継承され、あの物草だったフルッカも見違えるような魔人間になったわい。狭者船で冥王の心臓へ行けるか、まずそれを確かめるのじゃ。さあ行くがよい。ランドン山脈の山頂でフルッカがお主を待っておる。頼んだぞ。わしはお主の力を信じておるからな。よし。ランドン山脈山頂。はいね。どこだ？ここか？ヒミアとかガルミとかの子孫いないかな？え、この辺戦ったっけ？戦ったっけ？あれ？ちょっとレベル上げいきたいな。ラズバーンであれだったんだから。あ、戦った戦った、この子らは戦ったわ。アイスボンバー、いた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 。おーい、え、普通に始まるかと思ったら始まらなかった。話しかけるタイプか。お待ちしておりました、てっちゃん様。ついにネルゲルの居城冥王の心臓に乗り込むことが来ましたわ。はじゃ船を呼ぶ準備は整っております。このまま冥王の心臓にお送りして本当によろしいですね。ついにネルゲルと対峙するときが来たか。それでは参りましょう。の形は変わっているが、いかがです？なかなかモダンな趣でございましょう。いいよ。あら、ずいぶんと不安げなご様子ですこと。でもこのスワンちゃんが最高のはじゃ船だとすぐにお分かりに。だから何やっても無駄だっていつも言ってるのに。おとぎ話はおとぎ話、おとぎ話は現実でないから楽しいの。おとぎ話じゃないから、だから現実だから、フィービーよ。申し訳ございません。冥王の心臓の放つ邪悪な力が予想よりはるかに強くなっていたようです。あの狭者船は私の全力でした。誠に申し訳ありませんが、私の作る狭者船では冥王の心臓へたどり着けません。だから無駄なのよ。何やってもおとぎ話は現実と違うから素敵なのよ。所詮現実なんてこんなものよね。なんだとこのガキ。ヒューザさん、まあまあ。あれ、そういえばその本お気に入りなの？そのタイトル、昔の勇者の話？おとぎ話よ。そう、作り話。何にせよこうなったら
フィーフィの修行を終わらせ彼女にハジャブネを作ってもらうしか。あの子の才能は以前申した通りずば抜けています。何を隠そう今でも私よりは上。でもあの様子じゃ修行をやる気なんぞ全くないんじゃないですか。なかなか見どころのあるポンコツ娘ですね。大丈夫じゃ、あの子も胸の内はそうホットじゃよ。あの子は信じておらんのじゃなく信じさせてほしいだけなんじゃ。あと何か人押しだと思うんじゃ。なかなかいいこと言うな、放浪じいさん。打点年食ってないな、はあ、言ってることがよくわかんねえな。ところでお主、まだキーエンブレムを全部集めておらぬな。フィーフィのことは一旦わしらに任せて、お主らは来たるべき決戦に備えさらに力をつけてくるがよかろう。一緒に行くかフィーフィその本面白い？うん、まあまあね。バカみたいにご都合主義でお気軽に読めるわ。でも勇者っていろんな困難を超えるんでしょ？ご都合主義なのかな。最後には必ずうまくいくでしょ。そんな都合がいいことなんてあるわけないじゃない。小さい頃はワクワクしてた。フソエルジュと仲間たちとの友情に、それが起こした奇跡に熱くなった。自分もそうありたいと思った。でもね、全部作り話なの。望めば叶うなんて無理でしょ。常識的に考えて、術って冷静に合理的に組み立てるの。あるのは自分の能力と使いこなす技術。願いとか希望なんかじゃ何もできないの。それは願ったから、そうしたいから頑張って修行できるんじゃないかな。最後にはうまくいくじゃなくて、うまくいくように歯を食いしばってできるまでやったんじゃないかな。それでもできなかったら、できなかったらどうするの。無理よ、無理無理。歴代最強とか天才とか言われてるこの私がもしできなかったらもうおしまいじゃない。私はできると思うな。いい加減なこと言わないで。あなたに何ができるっていうの。じゃあこうしよう。私たちこれから五大陸の町全部のキーエンブレムを集めてくるわ。は？一つだけでももらうのが大変なものよ。うん、だけどさ、私たちはそれをできるって信じてる。それを見せてあげる。無理に決まってる。無理っぽいよね。だからさ、できたら、できるのを見てて。できないのを見ててあげるわ。うん。これフィーフィーって子はいなかったかもしれないね。またいのか。フィーフィーなら修行どころか部屋の片付けもせずどこかに行ってしまいました。家にいるときは相変わらずゴロゴロして本を読んでいます。どうした、あれどうした、どこ行くのこれ。え、もう一回行くのフィーフィーなら修行同じなんだけど、家にいる、喋らせない。やべ、固まっちゃった。ここに、じゃあキーエンブレム集めるか。え、あそこに行くようになってたんじゃないの今。いや、このフィーフィーはね、あれだね、オフラインならではの追加要素だね。多分いなかったと思う。あのフルッカが全部やった気がする。さあ、これでいけるようになったかな。あー、いけないか。話が進んでないな多分な。
うわこれ参ったな、どこ行けばいいとかあるのかな。五大陸全部のモットランだろうって、え、大事なもの 1,2,3,4,5 集めてるよね。だこれの大きい大陸の方ってことだと思うんだよな。ちょっと待ってよ、ここじゃなく、いやここなんだ、あこん誰かいる、いないよな、違うよね。うわー困ったな、なんでここに来るようになってんのこれ。フィーフィなら修行どころ、家にいるときは、あお話みたいなの見えないかな。見れないな。これまでの話、これまでの話。ガートランドの話。こう、そう、ガートランド行きたいんだよ。このドルワームとか。そっちいきなり行くのかな、行ってみようかとりあえず。誰か分かるやついないか、ガートラント、ザマ峠、ザマ峠、あれザマ峠ってどこだ、ないな。お話の行き先、職人さん、ん？多分ここに行くんだよな。放浪と出会いの後のお話、これは？うん、やったよね。あとここ行くんだよね。ガートラント、ランドフットの先。ランドンフット、ランドンフットね、そこ行ってみようか。じゃあランドンフットの先、ランドンフット、ここかな、橋行ってでランドンフット抜けていくのね。表示されてないな、ちょっと怖いな。あそこでなんかもう一個イベントがあるんじゃないかなと思っちゃったけど。ランドフットこっちだろ。OK だね。あ、この、こいつも戦ってないんだよな。ザマ峠を目指す。途中敵と当たりながらも行ってもいいかもしれない、レベル上げ用に。多分強くなるよね。キメイラ、キメイラ戦ったよな。
アイス、あ、なんだ、デビルスノー。まあガンガンでいいか。ちょっと待って、全員ガンガンでいいかね。あ、そうだ、爆裂剣に変えたんだ。いいね。相手にもならねえな。よし、いいよ。だって89でしょ、ね、あの経験値が。向こうって1000ぐらいまでだからね。あ、こっから強くなる。この柵があるから、この越えた先は強くなる。相手にとって不足はねえぜ。ベビーニューとタップデビル。いやいやいや、しまった。あぶね、余裕だね。余裕じゃないよ。一番余裕じゃないやつが。あ、 500X あれば結構巻いてるな。まあ悪くない。あ、そっか、この辺なんかもな、ちょっと売るなりなんかしてちょっとやった方がいいかもしれないな。玉投げ、こっちタップデビル。バックダインはか、バックダインはやったような気がするけど、一応戦っとこうか。4体は ヒューザが弱えな。全体攻撃ちょっと覚えてくんないかな。腹を抱えて笑ってんだ。そんな感じしないけど。お、強い強い強い。あ、これはいいやつじゃない？全部取る。違う。入れ替える。漬物石。あ、思い出すずみか。捨てる。あ、ちょっと待って。高いわ、多分。え？取った。あ、いた、山賊ウルフ。よし、頑張るぜ。いや、これ二人の怒りをな、必ずヒューザが勝っちゃった。フーラか。必ず勝っちゃってるからな、よろしくないな。あぶね。何これ、初目がまたか。あー、これ欲しい。タイマーの太刀だって。うわ、きつい。なかなかきつい。全体攻撃を覚えてないヒューザーがちょっと厄介だな。どっちだ、こっちか。ストーン来て、ここ通過点ね。よし、ガードナント見えてきた、見えてきた。ん、オークはやったよね。
よし、見えてきた。これで話ちょっと進んでほしいな。あ、あ、ここは弱いか。あ、違う、全然強いわ。やべえ、これ強いよ。一個上じゃん。ビッグフェイス、明治キメラ。いや、これ。いや強いな、やっぱ大都市だけあるわ。ザオナイス。上がれない、上がれない。こっちから行けないっけ。あー、あれちょっと、間違えたか。あ、持てない。力いかないとダメか。よし、来た来た来た。ガートラン登場。いや、これで話進んでほしい。誰かいないか、いないか、誰か。まずこの辺りで腕の立つ者たちが突然行方知れずになるという事件が起こっているのです。ガートラント城の兵士たちも散策に向かったきり帰ってこないとか。もっと詳しい話が聞きたいなら、この先に、このトネ先にあるガートラント城へ行ってみるとよい。よし、進みそうだな、なんとなく話が。あ、ちょっと待って、それよりさ、売りたい、持ってるやつ、持ってるやつ売りたい。タイプ、どうぞ。売りに来た、使うもの。いやー、それより早く銀行を開放したいな。全然。この辺しとこうかな、思い出とかもっちゃおう。よし、行こう。城に行って話を進めてもらう。いや、黄色いマークがついてないのがちょっと嫌だけど。あ、進むね、話が。よかった。おっと、ごめんよ。じゃ、マリーン様じゃ。邪魔だよ。このマリーンあれだよね、ガートランド、グレンジョーか。あんたのだろ、あの王様を。ちょっともしかして気づいてないのかい。さっきの男はスリさ。あんたスリに会ったんだよ。見たところ一人前の証を持ってるようだが、ずいぶん間抜けな一人前もいたもんだね。バグ道を混乱にした人だと思うよ。全財産が入ってるんだろう。気をつけな、お間抜けさ。
どこ行けばいいな。どこ行けばいいとか出てないのはちょっとやだな。城の王様とりあえず会いに行くか。あれ王様ってどこだっけ。こっちか。こういったここだな。あれこんな作りだったっけ。あ、ここだ。あ、ついてるついてる。オッケーオッケー。よく来てくれたアロルド。急な呼び出しにもかかわらずこうして来てくれたこと感謝するぞ。すでに聞き及んでいるかもしれぬが、今我が国は厄介な問題を抱えている。はい、グロスナー王、噂は道中耳にいたしました。何でも強い者たちがいなくなるとか。さよう。この一月ほどの間に次々と強い者たちが姿を消しておるのじゃ。しかも全く突然にな。おや、客人かい。おお、マリーンド。ゼラリム姫の病状。大丈夫だよ、ちゃんと解放に向かってる。紹介しよう、アロル。こちらがあの癒しの術で名高い賢者マリーンド。マリーンド、アロルドとその婚約者のマイユさんだ。アロルドはわしの命の恩人でな。強いだけでなく知恵も勇気もあるわしが一番頼りにしている男なのだ。へえ、しかも男前だね。婚約者が一緒じゃなかったら私がお近づきになりたいくらいだ。アロルド、無理を承知で頼みたい。行方不明者を探して、クロスナー王もそなたの力を貸してくれるか。もちろんです、クロスナー王。そのために来たのです。感謝するぞ。状況は参謀のマグナスから聞いてくれ。アロルドさんがこの国を去ってしばらくしてからのことです。声一緒じゃない。我が国の勇猛な兵士やパラディンの精鋭、そして他国より訪れた猛者たちが姿を消すようになったのです。最初に姿を消したのはグレン城へ我が国からの友好の品を届けたパラディンの輸送団なのですが、その探索に向かった者たちまでもが次々に姿を消すといったありさまでして。なるほど、わからないことばかりですが、とにかく情報を集めるところからやってみましょう。お願いします。じゃあ私はいつもの見回りに行くよ。弱い者を助けてやるのが私の生きがいだからね。おや、あんたは今の話聞いてたのかい。でも財布を抜き取られて気づかないようなおまぬけさんに解決できる問題じゃないよ。100万ゴールドかけたっていいね。さあどうする？一応聞くか話。そなたは一人前の証を持つ旅とか、我が国が抱える問題を解決した者には英雄の証、赤のキーエンブレムを授けよう。だがそなたも腕が立ちそうだ。行方不明者の捜索手伝ってくれるつもりなら地震が巻き込まれぬよう気をつけてくれ。失礼。俺はアロルド。あなたの名前を聞いてもいいだろうか。なるほど。ふむ。あなたからは何か特別な力を感じるな。それは短パンだからじゃないですか。ヨクザの前にいたなら強い者たちが行方不明になるという話を聞いていただろう。俺は同じオーガとしてこの事件を何とか解決したい。お前も力を貸してくれないか。いや。そうか、
それは助かる。お前はまだこの国に来たばかりか。だったら城下町などをゆっくり見てからで構わない。俺たちはこれから北のザマ放火台を拠点に捜索する。できればお前も後から来てくれ。早くマユの声を聞きたいんだけど。いや、もう行く。ほら行く。え、どこどこ。早く出たい。城から出してくれ。どこどこだ。オッケーで、ここで、これよし。ここで転職だね。これ。ダーマ神官。町などの酒場にいるダーマ神官に話しかけると、自分の職業を変える転職することができます。転職するとその職業のレベルになりますが、今までに経験を積んで上げたレベルや習得したスキルは記録されており、元の職業に転職し直すとそのレベルから再開することができます。また職業専用スキルは別の職業では使うことができませんが、そのレベルを上げると覚えるお祓いなどは一度覚えるとどの職業で使えるようになりますと。これ下、あ、こっちか。他の戦士のレベルを上げると力プラス10や、そう、うん、はい、これね。転職、今旅芸人突出してる、突出してやろうかな。ちょっと待って、出す今のさ、パーティーとさ考えてさ、転職した方がよくないって感じはするんだけど。魔法使いもいいよな。武闘家、盗賊、戦士。ああ、戦士の、常時バフ、バフっていうのがあれか、ステータスの HP プラスとかつけたらいいしな。旅芸人ってさ、旅芸人ってさ、何ができんの？それってどこに見えんだろう？これの、これ強さね、多分常時、あ、これ専用か、専用はダメなんですよ。ここの魅力とか全職業素早さっていうのは、これはそうなの。どの職についても。で、これ下行くと、あ、専用好きになっちゃうか。じゃあ、これさ、いろいろ行くか。そんなことない？あー、でもハッスルダンス覚えんのか。あー、そこまで行きたいな、やっぱな。いいか、これで。ああ、スキルリセット。まあまあ、これは今、本当はここでスキルリセットしなきゃいけないんだけど、今、簡素化されちゃってね、できるようになっちゃってはいるんで、それでいいでしょ。こっちは？ああ、こうだね。うん、レベル上げしたいな、とりあえず。で、元気玉1個持ってるんで、それもね、ちょっと活かしながらレベル上げしたいな。おまた怪しいピエロが。あそこの団長じゃないの。さすがビュージュさんだ。あははあはは。それじゃあ最後の楽しみ。また子供全員消えちゃうんじゃないの。よく見ててね。あのぬいぐるみケキちゃんじゃないの。あれま、不思議不思議、お人形ちゃんが消えちゃった。どうしましょう、どこへ行ったの、お人形ちゃん。僕の大事なお人形ちゃん。お人形ちゃんは君が大好き。そんなバカな。君と仲良くなりたいって。あははあはは。お友達になってあげてね。約束だよ。
僕は帰るね。皆さん、こんな大変な時だけど、笑いを忘れちゃダメだよ。いいピアだな。もう解散になってる、ここ早い解散が。あーで、ちょっと待って、装備か、この人でどうなってんの。あー、みんなあれか、これ変えたりするかな。ちょっと装備見てみようか。ちょっとね、よろしくないよろしくない。とかバザーとか見てみるか。ちょっと見てみる予定はなかったんだけど、これ鉄道だね。鉄道じゃないか、これマーク。ここは武器や。あ、じゃあ裁縫か。裁縫だ、裁縫か。ここ武器屋だ。武器屋ちょっと見てみようか。はい、自分レシピで作っちまうかな。え、といってもお客さんベテラン冒険者だろ。自分でレシピを手に入れて作っちまおうかな。どういうこと。いやいやいや、買いたいんだけど。戦士、あー、そんなに。魔法の盾、魔除けの模様が刻まれた呪文に強い盾。はいはい、そうだそうだ、ヒューザは戦士じゃなくて、斧にしてるんで、斧、ムーンアックス。これか、これか。よしよしよし。OK。ヒューザ。OK、OK。うん。で、ダストンは、ダストンはハンマーなんで、これ、ダストン。はい。はい。お金ならいっぱいあるぜ。はい、でフーラとかは何。フーラってなんだ。フーラちょっと見ようか。スキルパネル、フーラ何に振ってない。風乗りスキルだけか振ってんの。これ今どこまで来てる。回復魔力、無限の風。あー、フーラこれなんだよな。守り風、ブレスを一度かき、あー、それもいいか、ゆくゆくな、ブレスなって思うんだよね。これ取ろうか。足りません。あー、これ取れないんだよな。取れないし、キューザ、ダストン、てっちゃんは、てっちゃんも格闘だから意味ないんだよな。太っ腹、はい、買いに来た。装備はこの2つしかないのか。戦士の大盾、これするとあれだね、斧を両手使ってるから外れちゃう。魔法の盾、あー、これするかね。あ、格闘これいけんのかな、装備して。あ、ちょっと まずいかもしれない。これダメかもしれない。確かダメかもしれないな。フーラ、あ、杖装備してんのか。あ、杖か。じゃあこれ外そう。外す。体下とかなんか欲しいな。あ、武器屋だからだよ。防具屋。防具やってないのか。あとはここのバザー、ここは寝るところ。バザーちょっと覗いてみようか。買いに来た。あ、買え、扇ダメ。攻撃力じゃないんだよ。あ、ここはこれしか持ってないんだね。本当だったら装備品とかね、他のユーザーが作ったやつが売ってるんだけど、武器防具は一緒か。じゃあ今これしかできないってことかな。じゃあこれでよしで、他ないよね。あ、防御あんじゃん。こっちが。あるある。
どこだ、僕や。あれ？あ、ここか。後ろから。あ、この辺いるか。清さいるか。あとこの辺いるか。これ守備力。あー、いるか。この辺買うか。74、下74、76、語り部。あ、やべえ、4000、足んねえぞ。金足んねえ。あんなの変な顔じゃなかった。失敗した。ちょっと待って、売るか。使うもの、この辺もいいや、売るわ。あの宝石高いだろ多分。120。まとめて売れないこれ。いや、結構いっぱい持ってんな、素材。HP 回復か、これは売っちゃっていいな。賢者の生成ちょっとやめとこう。 MP 回復は絶対残しておいた方がいい。あー、高い。いいね。よし、いいでしょ。で、買いに来る。でだ、どうしようかな。フーラが多分一番ピキン来るから防御力上げときたいところ。74、76、語り部76、新刊。そうだね、ここだな。70、新刊か。これが一番高かったかな。76。僧侶旅芸マツカ。じゃあこれにしようかな。語り部。よし。あ、来てんのか。あ、俺だけだ、てっちゃんだけだ、裸下。あー、じゃあちょっと待って、体下でしょ。で、フーラの頭がいるのね。で、ダストの頭がいる。で、自分は体下がいるという感じか。あー、これ、まあいいか。そっか。で、頭がいるんだ、頭が。
装備、これ売っちゃおう。全然金にならない。銀の金槌か、そんなの持ってんだな。あ、てっちゃんこれでいいじゃんね。両手置いておく。これちょっと失敗したな。あ、じゃあてっちゃんは装備、てっちゃんは体下、これ OK。すごい変態チックが増したな。で、あと頭、ダストン頭。あ、変えないか。ダストン頭変えないか。あー、ダストン申し訳ねえ。変えないわ。バンドってこれ何？手？あ、頭か。バン、あ、頭か。98。あー、99か。じゃあ、あれで我慢してもらうかな。またドール。1しか違わないから我慢してくれ。よし、これでいいでしょ。よしよし、行こう。待ってる。で、ちょっとお祈りしていくか。お祈り、こっちの先。ここだね。種族を変える。もうカビ団子には戻らないぞ。そして一生エンゼルボは脱がない。人より経験値を稼ぐんだ。よし、でどこ来てくれって。オーグリードのザマ峠だね。ここだね。はい、入れ違いにならなくてよかった。明らかに美人声だね。アロルドがいなくなってしまったんです、アロルドさん。あの時あ、おう、黒いモヤがアロルドを包んで、私何もできなかった。せっかく手伝いに来てくださったのに、こんなことになってごめんなさい。私はクロスナー王にこのことを報告しに行かなくては。で、戻るってこと。私はレベ上げする、盗賊しながら。いやもうキラキラ素材拾う私のできることはキラキラ素材拾う。ガートラント城だな。行くか。あそこに宝箱あるの。ここから降りれないか。いや、ここ長いんだよな、城の王様のとこまで。こう行ってこう行ってこっちか、こっちだな確か。こっち行ってこう行ってタイムアタックしてる。タイムアタック、王様の部屋までタイムアタック。こう行ってゴー。あー、くそ引っかかった。
んということだ。アロルドまでが姿を消したとは。クロスナー王に申し上げます。輸送団員のギザックが帰還いたしました。火急の報告があると申しております。おお、行方知れずの輸送団が帰ってきたのですか。申し訳ありません、グロスナオ。私たちはグレン城へ大変な品を届けてしまったようなのです。そのことなら気にせずともよい。すでにマリーン殿の働きで解決済みである。そうでしたか、よかった。偽造された王の指令書を見せて私たちを騙したあの女、奴はグレン城に偽の贈り物が届けられたのを見届けてから私たちを捕らえました。あの女、白いベールで顔を隠したあの女、正体はおそらく魔物です。私が捕らわれていた場所にはまだ仲間たちが閉じ込められています。グロスナー王よ、どうかお助けください。イザックよ、よくぞ知らせてくれた。スピンドル兵士長を呼べ。スピンドル兵士長。懐かしいな。スピンドル兵士長いたな、そういえば。久々に私の出番が来ましたね。あとはガートラントの花、スピンドルにすべてお任せを。では。ドラゴンボールというミスターサタン的な。そういえばギザック君、その白いベールの女とやらはどこにいるんだったかな。若干声も似てない。城の南東、ギルザット地方の廃屋の暖炉に秘密の通路があるのです。湾岸の集落への道中にある廃屋です。やれやれ、頼りないね、スピンドル兵士長。私も手伝ってやろうか。いえ、結構。通りすがりの賢者の助けなど、我が剣の前では何の役にも立ちません。嫌われたもんだね。じゃあ私はギザックの傷でも見ていよ。スピンドルのやつ大丈夫だろうか。もう久しくやつの剣技を見ておらぬが。もう頼れる奴がいないからな。私も行きます。もしかしたらアロルドもそこにいるかもしれません。あなたも力を貸してください。お願いします。いいよ。ありがとう。ギルザッド地方の廃屋の暖炉だったわね。では行きましょう。パーティーにマイユさんが加わった。え、ちょっと待って、どうなってる。いる、いない。ちょっと待って、こんなむさ苦しいパーティーじゃなくてさ、入れ替えってある。パーティー、あ、一時的か。そっか、レベル30か。やっぱ30ぐらいだけダメなんだな、この地方な。そっか、じゃあ今回はここまでしましょうかね。マイユがパーティーに加わったところで、あ、いるじゃん、マイユ。というところで今回はね、ここで終わりにしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。